にちは、グミです。グミです。トビを撮影しております。はい、地球は丸いという曲の、ダンスの踊り方をこれから解説していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。見ながら踊れるように、左右逆でフォーダが踊りますので、見てフォーダ君がこっちの手を上げたら、あ、こっちの手を上げたら、左手を上げて踊っていただければと思います。僕を鏡だと思ってください。そうですね、はい。では、最初のところから、4拍ごとに区切って、4つグループでやっていきます。最初が、時計のなった気持ちでですね、左手を藤井さんが後ろ向いてややこしくなるじゃん。左手を上げていただいて、はい。で、自分が時計のですね、針になった感じで1、2、3、4で、また腰に戻ってきます。はい、じゃあやってみましょう。せーの、1、2、3、4、こうなっております。はい。で、次の部分は、ダメダメのところなんですけど、反対の手ですね、右手で、ダメダメ、はい、そうです、ちょいちょいとやって、はい、この時体はちょっと左にねじっていただいて、で、左の膝がですね、ちょっとこう開いた感じで、はい、そうですね。で、その時にダメダメとやりまして、で、また戻ります。腰に手が戻ります。はい、やってみます。せーの、1、2、3、4、もう一回やってみます。せーの、1、2、3、4、こうなっております。はい。で、次のパートは、ぐるっとその場で足踏みで1回転して前に戻ってきます。で、この時左回りをします。せーの、1、2、3、4、はい、こうなっております。で、ここはですね、踊りが繰り返した時は、今度は右回りになります。なので、踊って左回りをした回が終わったら次は右回りをしますので注意してください。最後に通してやるのでそこで確認してください。では、それで最後のパートです。最後は、自分が飛行機になった感じで、会いたい人に会いに行くぞ、飛び立つ瞬間であります。で、そのためにはまず踏ん張って力をため膝を折ってですね、踏ん張った後、手をふっと伸ばしてですね、胸を張って空に飛び立つ格好になります。はい。この時はちょっと左を向いて、左の膝が開いてですね、で、その場でぐんと伸びをする感じです。はい、やってみます。せーの、1、2、3、4、これも最後ここに戻ってきます。もう一回やってみます。せーの、1、2、3、4、こうなっております。では、ここまでを、2回繰り返して踊ってみます。で、ぐるっとその場で回るやつが1回目は左回りですが、2回目は右回りになります。では、お願いします。はい。で、ゆっくり行きましょう。カウントをカウントから1、2、3して、はい、踊り始めましょうか。はい。では、ゆっくり行きます。3、4、ん？どうだ？1、2、3、4、1、2、3、4、ダメ、ダメ、3、4、この場で回ります。ぐんと伸びて飛行機です。1、2、3 ごめんなさい、これ鏡がね、慣れてないもんで。もう一回じゃあ。もう一回お願いします。1回目からやります。1、2、3、はい。秒針。ダメ、ダメ、3、4。左回りです。ぐんと伸びて飛行機。秒針。2回目です。ダメ、ダメ、今度は右回りです。1、2、3、4。ぐんと伸びて飛行機戻るです。
必要ですね。どのような注意が。最初に左回転からするっていうのを忘れてしまうと僕はシールドがぐるぐるに絡まってしまうですね。そうですね、はい、そうなんですね。まあ、あの楽器を演奏している上で の踊りだったので、そういうところがね開発されたわけですが、皆さん揃って左、次は右と、綺麗に踊りたいなと願っております。願っております。はい、どうも何卒よろしくお願いします。またね。ありがとうございました。